今年もあの季節がやってくる。真夏のデスマッチの祭典、葛西純プロデュース工業デスマッチカーニバル2022。全6大会を開催予定。今年も俺っちに刺激をくれ。今回のプロレスリングフリーダムズ公式 YouTube チャンネルは 8.29 後楽園ホール大会、葛西純プロデュース工業東京デスマッチカーニバル2022ボリューム2の記者会見の模様をお届け。では早速ご覧いただこう。ドラゴンリブレがジュニア戦線とハードコアデスマッチ戦線の二刀流宣言。なんとしてでも勝利したいところ。やっぱりフリーダムズにいる以上はハードコアでもデスマッチでもやっぱりできるっていう能力を見せないといけないっていうふうに思ってますので、フリーダムズにいる以上、まあ、そこの頂点も目指して、なおかつジュニアっていうカテゴリーの中でも、てっぺんを目指す、そうしていかないと、まあ、いけないと思っているので、僕からの提案としては、この試合はハードコアマッチで、やっていきたいなというふうに思ってます。ついに藤田実がフリーダムズ復帰。パートナーは進化を続けるクレイジーキッド武田正史。対するは現 GCW ウルトラバイオレット王者の山下里奈。そしてプロレス総選挙2022第19位にランクインした葛西純。狂気持ち込み式狂気ランブル、トルネード式ストリートファイトデスマッチで激突。まさに黄金カード、どえらい試合になること間違いなし。私4月に眼下底骨折をしまして、で、フリーランドズがですね、3月の29日の後楽園ホール大会以来ですね、5ヶ月ぶりなんですけど、その時のカードがですね、モカミ Q が、初登場 ERE でした大会なんですよね。まだ5ヶ月前なんですけど、結構前の話に感じるんですけど、それだけダムズがのリング上が充実してるんだなと振り返って思います。で、まあ、怪我して、まあ私結局お医者さんのですね、ゴーサインを特に受けたわけじゃないですけど、勝手に復帰しちゃったんですけど、やっぱりそれだけ、まあ、あんまり褒められたことじゃないですけど、プロレスがないと生きていけないのでですね、まあ、この葛西純プロデュース工業で、まあ、周りは敵も味方もとんでもない人だらけなので、まあ、復帰戦とは目を打たれてますけど、埋もれないようにしっかり藤田実をアピールしたいと思っております。はい、まあ、先月ね、武田正史が復帰して、で山下里奈がこの間 GCW のベルトを持ってきて、で今回藤田実敗戦が復帰と、もう超刺激しかないカードだな、はい、葛西純的には思ってます。で最近のね、プロレス業界を見渡しても、やっぱり我々世代のレスラーっていうのが一歩も二歩も引いてね、なんか団体の若いやつに、主導権を握らせてると、そういった風潮が見られるんで、
俺ら世代もまだまだできるんだと、まあ悪い言い方すれば老害ぶりを発揮してね、うん、若いやつらまだまだ、うん、大したことないよ、うん、俺ら世代こんなことできるんだぜっていうような試合を、まあ、見せたいなと、藤田みのりパイセンと、うん、まあ、ある意味そうですね、形式にもあるよ、ストリートファイト、当日のセミとメインに対する喧嘩ですよ、喧嘩、うん、そういう意味でも、ガチモンの本物のストリートファイトデスマッチっていうのを見せてやりたいと思います。はい、質問があればお願いします。藤田選手、はい、まあ、コンディションの方を見て、はい、あ、コンディションはですね、非常に悪いですね。セミファイナルはソルミトロ KFC タッグ王座6度目の防衛戦、蛍光灯プラス人肉スライサーボードプラスデスソースデスマッチで、挑戦者組ビオレントジャック桜田俊之の ERE 最強コンビを迎え撃つ。現時点で ERE で、いや、まあ、全デスマッチファイターの中で一番、まあね、心強くて、で逆に敵に回って厄介なのがジャックだからね。あ、まあ、ジャックと組めば、まあ、こんなやつら楽勝だよ。トールミートにはよ、恨みあるから、ジャック、まあ、強力なパートナーとこいつらをな、まあ、ミンチにしてやるよ。ああ、自分が、前回の新木場で、ジャックから負けて、まあ、屈辱を合わされた上に、まあ、去年から何も変わってない、まあ、そこまで言われたんで、まあ、あの頃より、まあ、自分はこのベルトも取っていろんな試合も経験して、あの頃よりかはあの頃よりの自分全然違うと思うんで、まあ、そこをしっかり見せていきたいと思います。まあ、そして、まあ、フリーダムのデスマッチもいつまでも上の人間が出てたんじゃ面白くないんで、僕がフリーダムの新時代の新しいデスマッチを見せてやります。まあ、楽しいですね、今の岩田智也の言葉。まあ、僕自身もまだまだデスマッチ新世代の一人だと思ってるんで、まあ、このベルトしっかり平田智也と防衛して、これからのフリーダムズ新しいものを見せていきたいなと思うんですけども、まず今日ビオレントジャックはどうしたの？はい、はい、知らねえ、なんで来てないんだよお前。おい、わざわざおめえらの前で話す価値なんてねえってことだよ。まあ、あいつには無理やりお前代わりに行ってこいやなんて、まあ、言われたけど、まあ仕方なく来てやったけど、ああ、まあそういうことなんだよ、ジャックのよ。いや、それだけね、この会見の場に来ないってことは、このベルトに対するかける思いっていうのがね、完全に欠如してるんで、うん、そんなレベルの相手に俺たちが負けるわけないでしょ。まあ、試合やってみたら分かんじゃねえの、この差が、俺らと、お前ら、ERE とソウルミート、全然ちげえぞ、おい。大体てめえからこのベルト取ってるからな。同じ結果してやるよお前。おい、それはな、お前味方のあの胸毛ポンコツだよ。おい、どうしようがない、あいつのせいなんだよ。今度ジャックだぞ。おい、絶対よ、負けるわけねえんだよ。おい、当日の形式だよ、勝手によ考えてきてやったよ。ああ、おめえらソウルミートよ、この喋る、よく喋るうるせえ豚と、この黙って何も喋んねえ豚をよ、おミンチにして、おい、人肉スライサーだよ。豚なのに人肉かよお前。おい、よく分かったな、話がちげえなお前。おそこんとこは分かるみたいだな。ああ、まあこれだけじゃねえんだよ、俺はな、この人肉スライサーボードを持ってくるけど、ジャックから預かってる、これだよ。ああ、デスソースだよ。ああ、おい平田、ジャックからよ、お前にこれ渡すように言われたけど、この刺激たっぷりのデスソース、おい、これがな、ジャックからお前に対するメッセージだよ。おい、当日は人肉スライサーとデスソースでよ、おめえらのミンチを作ってタコスにして、そしてベルト取ってやるからよ。おい、これ受け取っとけ。
ああ当日までこれをなんだ一気飲みでもしてよ、備えてろ。プレゼントだ、着から渡せ、そういうふうに言われた。なんか言えよ、お前まあ、そうなると思ってたけどな。まあ、当日のよく見とけよ。そんなもん大したことねえよ。おーおいメインイベントは KFC 王座戦、王者正岡大輔の3度目の防衛戦。挑戦者はドリュー・バーカー、デスマッチ・ジャンキーか、デスマッチ・プリンスか、フライ・ハイ・グラス・ヘル・デスマッチで世界最高峰の戦い。自分の人生はデスマッチ・ベルトを取る。今までのは3回デスマッチ・ベルトを挑戦したことある。3回が勝った。ドリーパーカーの一番強いの時はドリーパーカーの挑戦者の時なので、俺が絶対勝つと思います。まあ、対戦相手が、ね、挑戦者がドリーパーカーということで、第4のデスマッチヘビーのベルト、そして GCW を制してきたことなんで、まだフリーダムズ、ね、最後の砦で残ってるから、ここで向こうは別の団体を制してきた、こっちはフリーダムズで今ベルトを持ってる、だからこれがデスマッチの頂上対決だと思ってる。楽しみな相手ですよ、めちゃくちゃ。まあ、きっちりと、ね、叩いて2人とも飛べるし、2人とも痛みに強い。だからちょっと形式僕が決めさせてもらいます。フライハイグラスヘルデスマッチ、ガラスだらけの地獄で飛び回ってすっげえ世界一のデスマッチ見して、世界一のデスマッチはフリーダムズ、そして正岡大輔だっていうことを世界に伝えてやったら楽しみ待ってる。その他の対戦カードはこちら。ヤングダムズジュニアはベテランダムズジュニアに一矢報いることができるか。高岩達人とレッカはバラモン兄弟との因縁廃業デスマッチに挑む。 8.29 後楽園ホール大会、葛西潤プロデュース工業東京デスマッチカーニバル2022ボリューム2、狂気に満ち溢れたドエライドエライ真夏のデスマッチの風物詩、特等ご覧あれ。